はい、それでは、お話を始めさせていただきます。今回の、5の A というところで、もう中岳の活動監視、その2というところになります。それで、今回はですね、地殻変動観測というものについてご紹介したいと思います。火山が噴火するということは、あるものが地表から出てくるということですから、出てくるものが動くということになると、必ず地面が少し歪んだり変形してくるんですね。そういうものについて、観測をするというのが、この考え方です。で、手法としては、傾斜観測という、例えば地下に埋まっていた風船が少しずつ膨らんでくると、ちょっと地面が傾きますよね。あるいは、こちらの、ある場所とある場所の距離を測ると、地面の距離が少し伸びるといったことが起きるはずなんですね。で、上の方を傾斜観測、それから下の方を偏重観測という言い方をします。で、これは、GPS 観測であるとか GNSS 観測というもので、現在は行われているものです。基本は噴火の前に山は膨らむとか変形するという考え方があるわけです。で、それをきちんと測ろうということですね。それで、地殻変動観測でどんなものを見てるのかというと、右上のこの図を見ますと、これは、球状圧力源、地下にある風船が埋まっていて、それが膨らんだとき、どう変形するかというので、模式的に見ると、周りにこう広がっていくというようなものが見えてくるわけですね。で、上下変動っていうのがこの上にありますけど、この上下変動を見ると、やっぱり、ちょうどその風船玉の真上は、上に移動してくる、膨らんでるっていうようなことがわかるわけです。で、これをいろんな場所で測ってやって、この変形をしっかりと観測すると何がわかるかっていうと、この深さが D ってあってるんですけど、どの深さでどれぐらいの変形が起きてるか、つまり圧力が高まっているのかっていうことがわかるわけですね。さらに、その変形を全部調べてやると、どれぐらいの膨らみがあったのか、つまり、例えばマグマの、体積、といったものについても測定ができると。こういうふうなことができているわけですね。で、これは、球状圧力源モデルって言いますけど、これ模擬モデルという名前がついています。これは、日本人の研究者、模擬先生が、最初に、アイラカルデラの大正噴火の後の噴火ですね。その変形について、測定されていたデータをもう一度解析することで、アイラカルデラの地下深さ10キロぐらいのところにマグマ溜りがあったという研究をされているわけですね。これが世界的に非常にインパクトのある研究であったため、国際的には模擬モデルという言い方をされています。もちろんこれ模擬モデルだけではなくて、例えば地下に大工、板状ですね、板状の圧力源があって、そこが膨らむと、真上の地面っていうのは切り裂かれるようになるわけですね。で、そうすると、こちらで見るように、大工の方向と垂直方向に左右にこう広がっていくといったものが見えますし、大工の真上っていうのはちょっと沈降するけど、そのすぐそばは、こう、隆起するといった変形が出てくるわけです。ですから、まあ、同じ測量をしっかりとやっても、まあ、こういう球状圧力源になってるのか、それとも地下に大工が貫入しているのかっていったことについて、ちゃんと見分けることができるということになるわけですね。で、他にもたくさんモデルはあります。ですから、こういったことを測定することによって、地下のどれぐらいの深さにマグマが、入ってきてるのか、上昇しようとしているのか、といったことを見分けることができる。それが、この、地殻変動観測の
紐になるわけです。それで、この距離を測るという方法は、もちろん昔ながらの測量というのもありますし、水準測量なんかはものすごく精度高いんですけれども、最近はですね、この GNSS 観測といったものが対応されています。で、GNSS 観測ってこれ国土地理院のホームページから取ってますけど、まあ、宇宙にたくさん人工衛星が回ってるわけですね。その人工衛星から電波がこう発射されていて、それをある地震機で測定すると。そうすると、それぞれの、この受信機の持っている時計と、この人工衛星が出している時計のシグナルっていうのを比べてやると、ここまで入ってくるのに何秒かかったかっていうのがわかりますし、この衛星からも何秒かかったっていうのが出るわけですね。で、そうすると、一つの衛星に関して言うと、ちょうどこの衛星を中心として、ある距離の半径の球面のどこかに、この受信機はあるということになります。こっちの受信機、衛星の周りにも、やっぱりある半径の球があって、その球面のどこかに、受信機はあるということになります。二つの球を合わせると、円のどこかに受信機はあるということになります。三つ目、四つ目を入れると、それが一箇所に集約されるということになるわけですね。これを、単位測位という言い方しますね。で、これは普通の車のカーナビなんかで使われている方法です。で、これを国土地理院では複数の受信機を揃えてやって、それぞれの間の距離っていうのをもっと正確に推定するという方法を考え出しています。ですから、国土地理院というのはこれを、まあ、全部で千何百箇所、二千箇所ぐらい今受信機が日本列島にばらまかれてますが、それの間の距離というのをちゃんと刻一刻測定しているということになるわけですね。で、まあこういうデータが一番揃ってるっていうところっていうのは実は日本なんですね。それでさらにもうちょっといきますと、じゃあ阿蘇火山の GNSS 観測網ってどうなってるかっていうとですね、こういうふうな中岳火口を囲む側線、ここに潜水橋があって、フル防虫があって、砂千里がはまってありますけど、それぞれの距離、これ1番と2番と3番、ここに中岳火口があるわけですね。そうすると中岳火口で膨らむと1とか2とか3が距離が伸びるといったことが起きるはずなわけですね。それから、もっと遠いところ、この4番、5番、6番、7番っていう側線は何を見てるかっていうと、実はここに草千里があります。で、草千里の下にはマグマだまりがあると言われてるんですけど、もしここのマグマだまりが膨らんだら、4とか5とか6とか7っていったところの距離が伸びるっていうことになるわけですね。ですから、まあ、こういう測定をすることによって、気象庁は、中岳火口の真下、あるいは草千里の地下の膨らみの状況というのを、まあ、逐一観測しているということになります。もちろん、ここの沢角と古防虫、ここをつなぐと、さらにもっと詳しく測れるよっていうようなことはあるんですけれども、まあ、モニターとしてやっていく処理って皆さんにデータを見せるには、まあ、あんまりデータが多くなりすぎても分かりにくいということで、これをやってるわけですね。で、基本的には、この7本の側線でどんな風に変化しているかということを、気象庁の福岡管区気象台では、阿蘇山に関して情報を出しているということになります。それで、最近はどうなってるかというとですね、これ1番と2番と3番の側線ですけれど、最後、ここが2022年です。これで見ると、ちょっと横ばいか、少し伸びてるかもしれない。ここは縮んでますし、ここも縮んでます。ですから、基本的には、中岳火口の、真下では圧力は少し下がり続けてる。まあ、あれだけガスが出続けてますから、少しずつ縮むというのが、これは当たり前なわけですね。だから、4番、5番、6番、7番で、4番が一番昔からモニターしてるんですけど、これで見ると、このあたりちょっと膨らんで、この辺噴火したりしたんですけれども、
今は横ばいです。他の側線もすべて横ばいになってますから、草千里の下にあるマグマだまりとしては、膨らみもしなければ縮みもしない。ということで、今、ほぼ横ばいということです。ほぼ横ばいというのは何も変化してないということではなくて、もともと掘っておいたら、少しずつ火山ガスが抜けて、ここ縮むんですね。こういうところで縮んでるんですけど、横ばいになってるということは、草千里のもっと深いところから供給されるマグマの量と、草千里から中岳方向に移動しているマグマであるとか火山ガスの量がほぼ釣り合っているという状態ですから、決して供給が途絶えているということではないです。今までの例でいくと、ほんの少しこういうところで伸びてるんですけど、こういうことがあると、中岳ではある程度の規模の、まあ小規模からちょっと大きめの噴火が起きるということが分かってますから、今横ばいであるということは、今少なくとも直ちに大きな噴火をするという状況ではないと、こういう判断ができるわけです。それからもう一つの観測の方法で、火山ガスの放出量を観測するという方法があります。これは、火山ガス測定というと、噴気孔に行って、まあ、火山ガスを採集して分析するっていうのが、まあ、伝統的な方法なんですが、これリモートセンシングでやるんですね。こちら、これ紫外線の、こちら横軸波長で、それの吸収率っていうのを測定しているものです。ですから、これで見るとですね、山の部分と谷の部分があります。ですから、真上にこのセンサーを向けてやると、ちょうど太陽の光がバーッと、まあ、天空の明かりがついてきて、センサーに来るときまでに、普通は真っ平らなですね、こういう波長があるんだけど、それにどれぐらい、途中で SO2 があることによって吸収されているかということを、で、その比率を計算してやることができます。で、そうすると、この真上にどれだけ SO2 があるかということがわかるということですね。ですから、この山の部分と谷の部分の比を見ることで、この上空の SO2 の濃度を知ることができるわけです。で、これ真上に向けてますから、ここだけなんですね。ものすごい精度のいい高い望遠鏡で見てますから、ここだけです。で、そうすると、このセンサーを持って、ちょうど風向きと直角方向に車でずーっと移動してやると、こういう断面が出てくるわけですね。そうすると、真上にこの中岳という山からどれぐらい SO2 が広がっているかということを測ってやることができるということになります。で、さらに、こちら方向に流れている風速を掛け合わせてやると、まあ、その瞬間にどれぐらいの SO2 が放出されているかという、そのレートを知ることができるわけです。で、気象庁は1日に何千トンとか何万トンの SO2 が出ているという測定を、まあ、時々やっているということになります。で、これも、今、非常に便利になっています。阿蘇では、時々気象庁の方が測定されてますけど、南の方の島に行くとですね、これ、フェリーの船にこれ乗せておいて、そうすると、週に何便か離島でも来るわけですね。そうすると、必ず港に入るときに、ここ横切ってきますから、だいたい SO2 がどれぐらい放出されているかと、こういうことを測定できるというふうになっています。ですから、今や、阿蘇よりは、鹿児島県の離島の方が、こういうデータは豊富になっているといったこともあります。で、これで見るとですね、最近どうなのかって、SO2 を見ると、これ、2021年10月の噴火の時に、ぐっと増えて、5000トンとか6000トンぐらいいったんですけど、今、どんどん下がってきて、今、1000トンを切るぐらいになってます。ですから、こういうふうに、火山活動がずっとこう、一山越えたということが、これでよくわかると思います。それから、先月にお話しした、微動の振幅なんですけど、これで見ると、6月に、これ先月紹介しましたけど、ちょっと振幅が大きくなったんです。でも、その後は、割と小さい値が続いています。小さい値にはなってますけれども、時々やっぱり大きくなったりするんで、
決してこう、真っ平らに静かだということではないんですね。から孤立型微動というのも、長周期の地震計で見てると、6月頃にちょっと増えたけど、今はちょっと少なめになっていると。こういったことが、福岡管区気象台では監視をして、この情報というのを月に1回出しているわけですね。で、これをまとめてみますと、最近の中岳の活動というのは、噴火警戒レベル1で、全く静かな状態ではなくて活火山であることに気をつけてくださいという状態です。で、火山活動は低下した状態で、変動してるけど小さい、微動はですね、火山ガス放出量も少ない。こういったことが、情報として出されてたということになります。ということで、前半のお話はここまでということになります。